バイオサイエンスデータベースセンターの畑中と申します。2009年からデータベースのお仕事をしてるんですけど、それまでは立体構造関係の仕事を長くやってまして、それで、そのデータベースも最初はタンパク質の関連のデータベースをなんかまとめたりする仕事を入ったんですけど、今はそれに限らずいろいろやっています。で、今日は、いろんなタンパク質の関連のデータベースを、するように伺ったので、ちょっと準備をしてきたんですけど、この一つ前の、ボノさんの話を聞くと、もうちょっとこう代表的なものだけに絞ってゆっくり話しても、そういう準備をしてきた方がよかったかもしれないですが、ごちゃごちゃしないようにちょっと工夫してみたいと思います。それで、タンパク質の関連のデータベースにどういうものがあるかちょっとざっくり分けてみたんですけど、上半分と下半分に分かれているのは大体、上半分が生物学よりというか、で下半分が物理科学よりな話になるので、それで、上半分は例えば、タンパク質の配列のデータベース、スイスプロットとか今で言うとユニプロットとかが代表的なデータベースです。配列をいっぱい集めたデータベースで、普通はそれはどういう、機能や、変異や立体構造を持っているかとか、そういう総合的なデータベースになる、ユニプロットはそういうデータベースですけど、そういう、配列だけじゃないデータベースっていうのが、多いですけれど、基本は配列のデータベースです。それから、次に書いてあるのが極材制御とまとめていましたけど、プロテオミクスの競技のものはそういう感じがしますが、時間とか空間とか、あるいは条件とかで、その量的にどういう変化をするかとか、あるいはその臨酸化とか、その他の翻訳の就職でどういうふうにこう状況を変わるかとか、そういう変化の話ですね。それから、機能や活性とまとめましたが、これにはいろんなものが入りますけど、コースで言えば活性とかで、その他機能はもうちょっと工事の、生物学的な機能とかを含んで、データベースが作られることは多々あります。それから変異とか出ましたけれど、先ほども話題にご質問とかでありましたが、病気に関わったりするような、変異とかが、あった場合に、その変異が、一体どういうメカニズムで、病気につながるのかとか、あるいはがんの中で、変異が蓄積され、頻繁に見られる変異があるとすると、そういう変異が、何を意味するのか、そういうものについて、変異とその何か対応するものについてのデータベースというのは、多々あります。それから、ここまでが、割と基本的な感じが私はするかなと思うんですけど、下は、ちょっと、私が元いた分野ですけど、ちょっとオタクな感じもする物理学的な話で、まず、形、立体構造が、一次配列から、どういう構造ができる、形ができるか、上がっているかっていうもの、あるいはそれがさらに、サブユニットがくっついて、どういうその複合体を作っているかとか、そういうものが、データベースとして、あります。で、これが代表的なのはもちろん PDB で、その先ほど話があった配列のデータベースと同じように、日米欧三極で、分かれてというか、それぞれのコピーを持って、運営しています。それから、理論計算とか来ましたけど、シミュレーションであるとか、それから、構造、実験的に分かってない構造を、予測したりとか、それから、リバウンドとどういうふうに結合しているんだろうというドッキングのシミュレーション、シミュレーションというか、シミュレーションじゃなくてもいいんですけど、そういう理論計算の分野があります。これは製薬とかにつながりやすい、昔は特に製薬とかにつながりやすいので、大きな分野ではあります。それから物質的計測と来ましたけど、これは、例えば熱安定性などの、あるいは、pH 依存的にどうなるかとか、そういう、
まあ、いろいろなこれもデータベースがあるんですけど、まあ、割とマニアックな感じになりますが、データベースがあります。それから最後は、相互作用、まあ、これもタンパク質の間の相互作用、プロテインプロテインインタラクション PPI と略していますが、それから、リガンド、タンパク質の相互作用、これは、まあ、製薬なんかで十分になるので、こういう情報をまとめたデータベースがあります。ちょっと説明が長くなりましたけど、まあ、こういうふうにいろんなデータベースが、まあ、あります。でさっき、まあ、ずっとお話や質問を聞いて思ってたんですけど、そうですね、まあ、上の方は割と配列、まあ、トランスクリプトームとかと同じようなまとめ方っていうのが、ある程度、まあ、統合の仕方っていうのができてくるのかもしれないんですけど、まあ、下の方になると、ちょっとつい、まあ、なんというかですね、性格やの、まあ、なんだろう、習慣なのかもしれないですけど、もともと人以外の生き物で、まあ、要はその生き物に依存しない、普遍的なその構造や、現象を、まあ、ちょっと追いかけているところが多々、まあ、よくありまして、慣習としてありまして、そうすると、ちょっとまあ、一つのゲノムにこう、重ねて表現することをちょっとためらってしまう部分が、なんかこう、悪い癖なのかもしれないですけど、ちょっとあります。でも、まあ、最近は、他の生き物でやるぐらいだったら、人でやった方が、まあ、結果として、しっかり議論しやすいとか、まあ、そういう意味で、人の、まあ、立体構造、人のタンパク質の立体構造とかをストレートに、まあ、行う研究も、まあ、割合はどんどん増えてきていますので、まあ、そういうことを考えると、まあ、だんだん、まあ、一気にゲノムブラウザーでまとめるというわけにはいかないかもしれませんけど、だんだんとこう本当に統合した感じが出てくるようになるのかもしれません。ちょっと多分言葉は足らずなんですけど、ちょっと、まあ、いろいろ考えさせられました。で、でいろんなデータベースを紹介するのも、まあ、良いんですが、その、まあ、データベースの探し方についてもむしろお伝えした方が、まあ、いいこともあるかなと思ってちょっと書いてみたんですけど、ちょっと探す前にですね、世の中いろんなたくさんの大規模のデータベースがあるんですけど、ちょっと大規模解析、まあ、特に今日星の方々はプロテオームの関係の方々だと思うので、大規模解析に適しているように買いなかっていうのはポイントになるかなと。特にまあ、先ほど大野さんからも話がありましたけど、そのデータを共有できるような、文化がないと、なかなかこうインターフェースから、一つ一つその何とかっていうタンパク質を検索したら何とかって出てきたみたいな、そういうことではなかなかうまく進まないので、データ丸ごとダウンロードできたり、あるいはその機械的に、その情報を引き出したり、まあ、そういう、まあ大規模に、利用できるような、条件があることが一つの、まあ、探し方のポイントになるのかな。特にプロテオームの方々にはそこがポイントかなと思います。もう一つは、まあ、共有するために、まあ、みんな例えば、まあ、それをどういうふうにこうその利用して作った、成果をどういうふうにさらに使っていくかっていう、まあ、そういう意味では利用であるみたいなものは問題ないので、ここもまあポイントになります。それはさっき本題に戻りますと、探し方ですが、大きく分けて、まあ、その論文を、まあ、なんかパブメなり、まあ、Google からでもいいんですけど、まあ、あるいは論文集とかあればそれでもいいんですけど、まあ、そういうものから、まあ、キーワード検索したりして、なんかデータベースを拾ってくる。皆さん、探し方とそもそも喋ってる理由は、プロテオームやられる方は何か、その目的が人様々だと思うので、その目的によって探すものは違うだろうということで、今日はそういうふうに、まあ、説明をしております。それで、論文集としてそのデータベースを、たくさん集めた、ニクレイクアシスリサーチの中のデータベース一種というのが毎年出ますので、これをご覧になると割とちょっと、はい、良いかなと、まあ、一つは思います。で特に、まあ、ニューオンラインデータベースの表っていうのが、まあ、ちょっとあるんですけど、
まあ、そういうのを見るとすると、まあ、大した数じゃないので眺めてみられると最近はどういうデータベースが作られているのかなっていうのがちょっと分かるかなという気がします。それからもう一つは統合データベースでいろんなデータベースをまとめている状況や、まあ、そこに付随したあるいは付随してないかもしれませんけど各種のデータベースのリストがあるのでそういうものを見て、まあ、探すという例えば NCBI でも EBI でも、それぞれプロテインと呼ぶ、まあ、カテゴリーの中にいくつかのデータベースが入っています。で、ユニプロットは、まあ、そもそも、まあ、タンパク質の配列のデータベースなわけですけど、まあ、これがたくさんのデータベースに、クロスレファレンスとかその、リンクされているのでそのリンクされているデータベースの一覧というのがまたありましてそれを見られると、標準的に使えそうなつまりユニプロットにつながりやすいデータベースが、すぐに分かると思います。で、NMDC でも、いろいろ、この、まあ、探すための、お手伝いを用意しているつもりでデータベースのカタログであるとか横断検索といって、あちこちのデータベースで検索してみなくても一箇所で検索すれば、まあ、キーワードを例えば検索してみれば あっちのデータベースにこのキーワードが入ってるんだみたいなことでデータベースを探すことができます。あるいはアーカイブズと書きましたけど、まあ、これは後でちょっと申しますがデータを、まあ、そのダウンロードできるようなデータベースがまとめられているので、まあ、そこのポイントを、重視してここから探すとかあるいは、RDF という形に、したデータベースを集めたことがあったりとか、それから、タンパク質の ID で、データベースをいろいろまとめた統合プロットというなども用意しております。でまあ、そういういろいろ探し方があるかなと思うんですけど、で今日は、まあ、ちょっと、これが適切だったかわからないんですけど、新しいタンパク質関連データベースについてちょっといくつか、拾って準備してきました。で、さっきも申しましたように、ヌクレイックアシスリサーチのデータベースイシューとかあるのでその2016年版を書いてあるそのニューオンラインデータベースという表を見てで眺めたところ、まあ、タンパク質に関するものは7つありましたので、まあ、それについて、順次話そうかなと思っていました。ちょっとね、時間をしてますので、適当に飛ばしたいと思います。で、ご質問がありましたら、いつでも止めていただけたら大丈夫なので、お願いします。で、まあ、いくつか、7つまでいかないかもしれませんけど、いくつかデータベースを紹介してみたいんですけど、まあ、1つ目は SORFS という、データベースで、これはスモール ORF のレポジトリです。スモール ORF というのは、その100、まあ、定義を見ると100残機以下の、アミノ酸100残機以下の、その、まあ、拡散で言うと300、ベース以下の、その、まあ、オープンリーディングフレーム、まあ、なんですが、昔は、短いものは間違いだろうと、まあ、持ってずっと捨ててきたものなんですけど、まあ、10年かそこら前からそういうものが実際に機能を持っているということが分かって例えば10、まあ、20アミノ酸残機とかあるものが、非常に重要な機能を果たしていたりすることがだんだん、広く分かってきましてで今このスモーラー ORF というのはまあ重要だと同じ社会セットかなと思いますけどで、まあ、プロテオームの方はご存知かもしれないかなと思うんですけど、その、まあここに入っているのは実は、まあ、3種類の、ヒトマウス肺の、まあ、3つのデータセットなんですけど、リボソームプロバイリング法による、まあ、実験結果が入っています。リボソームプロバイリング法っていうのは、リボソームが、メッセンジャー RNA にくっついた状態で、メッセンジャー RNA、まあ、RNA にくっついた状態で、シクロヘキシードで反応を止めて、で、RNS で分解する。そうすると、リボソームが保護している部分だけが残るので、それを取材シークエンサーで解析すると、リボソームがくっつく、くっついている部分が分かる。つまり、
実際に翻訳されている配列が、分かるわけです。でそれを、注意深く、まとめることによって、ここは独立の ORF だなっていうのが分かるんですけど、データベースの中には、34万とかの ORF がすでに入っています。で、今日インターフェースについてもいろいろ話した方がいいかなと思ってたんですけど、ちょっとそれは、はい、適当にちょっとやらせていただいて、こういうインターフェースで Excel の、Excel の簡易検索ができるんですけど、それとは別にバイオマップっていう、よく使われる、道具ですね、ソフトウェアがあって、それによってより複雑な検索や加工、データの加工が可能になっています。それから、コロレクタルキャンサーアトラス、大腸がん、別のデータベースの話です。大腸がんについてのアトラスというものですけど、大腸がん細胞における遺伝子やタンパク質の発現、それから変異とか、翻訳防止食などの、統合データベースです。こういうものも、新しく作られました。で、ご存知のように、本当にこれは紹介するものなんですけど、がんとかでは、いろいろ変異音が、そこに、たくさん見られまして、特に、がんではよく見られる変異場所っていうのがあります。で、そういうものについて、いろいろまとめているものです。で、そうですね。実際にやってることはセルラリナティッシュで、どういう、変異が見られるか。今のは、タンパク質が、どういうタンパク質が見られるかですね。配列が見られるか。それから、次に変異は、どこそこに、こういうことがご覧になれますか。何番目のアミノ酸が何から何にかかったというふうな、ものが、どういうセルラインとかティッシュで起こっているか。で、さらに、変異が、その翻訳防止食だとリン酸化である、リン酸化部位であるとか、それから糖鎖が、糖鎖が結合する部位であるとか、そういう翻訳防止食の変化がどういうものがあるのか、そういうものを、丁寧に、まとめてあります。こういうのが、多分、そうですね、プロトニックスやそのトランスクリプトニクスが、大活躍するようなものだと思うんですけど、で、3番目に紹介するのは、ミューテーションアライナーというもので、やはりがん細胞の話なんですけど、がん細胞において、タンパク質同盟中で、変異がすごくよく起こるホットスポットについてまとめたもので、はい、まとめてるんですけど、その一つの種類、なんていうかですね、一種類の配列に関して記述、してもらうだけじゃなくて、同じドメイン、例えばカット11というドメインであれば、これに関して属する、たくさんの配列について、調べて、同じ部位に、変異が集中していれば、それを紹介まとめるというのが、このデータベースです。で、そういう意味で、ミューテーションをアラインしているんですけど、で、その右端の、これはそのカット11というドメインで、94番目の、アミノ酸残基が、変わった例ですけど、で、そうする、実際このタンパク質で、94番目だけが突出して、変異がよく見られると。そういう意味で、ここが、がんの、生じたり、その他いろんなことを起こしたりすることを心に関わっているだろうということです。で、だんだん立体構造とかの話に移っていくんですけど、これはモチーフのデータベースです。で、ヌクレオチド、ATP とか ADP とか、あるいはアセチル、
まあ、GMP とかですね、まあ、ヌクレオチドじゃないものもある気がしますけど、まあ、主にはヌクレオチドなのかな、それで FAD とかもありますが、そういうヌクレオチドに類するリガンドを結合する、タンパク質の、ね、短いループまたはモチーフのデータベースです。で、この、マトリックスは、縦が、アセチルコエンザイム A から始まってリガンドを24種類書いてありまして、で横は絶対に見えませんけど、249種類の、ループというかモチーフが、書いてあります。でそれらの、まあ、ループって、まあ、はい、ループと、まあ、それあのリガンドがどういうふうに結合しているかを、まあ、図示しています。で次のページに行くのは、この ATP が、くっついたこの左から2番目のオレンジの、マスをクリックすると、このページに行きまして、で今のは、まあ、PG モチーフといって、まあ、P と K とそれから、P とそれから G が保存されている。これは、この表現は、まあ、よく、まあ、見られるんですけど、そのシークエンスロゴとかロゴ表示とか言っていて、この、今 ドメインの、たくさんの配列を同じドメインに属するたくさんの配列を相手にして話をしていますので、その中で 100% フローリングが必ずあればこういうふうに P がドーンと大きな文字で現れる。で、どのアミノ酸も割と現れちゃう場合にはこんなふうになんかぐちゃっとなってしまうようなそういう表現なんですけど、まあ、P と K と P と G は、保存されているという、まあ、これかな、保存されているというそういう配列あのモチーフです。でこのモチーフに関して、まあ、リジン K とそれからこのこっちか、GS が、ATP のどこと結合するか、ここに書いてあるのは ATP のリン酸基とかリン酸基の酸素とか、まあ、いろんな、ATP 上の原子を表しているんですけど、それとの間でどう結合するかが、まあ、どう接触するか。このリジンは、まあ、そうですね、オレンジっていうのはあのこの辺りなんですけど、この辺りを、結合するとか、まあ、P は N の中の辺かな。で、と結合したりするような話をしています。で、つまり、どことどこがくっつくのかっていうのを、示しているわけですね。で、左下、右下は、ちょっとまあ、読みます、ね。で、4番目かな。ユニバーサルエボリューショナリートレースといいまして、UAEBT というんでしょうか。各残機の重要度を、ET 法、エボリューショナリートレース法によって保存度から計算して提供したもの。まあ、何のデータベースかっていうと、まあ、その、タンパク質の中で、重要な残機と重要じゃない残機が、まあ、あるんで、それを区別する。まあ、結論はこういうふうに、タンパク質の中で、この赤い部分は重要な、もの。で、青い部分は、そうでもない残機です。で、ET 法っていうのは、まあ、生物の系統樹を考えていただくと分かるんですけど、まあ、近い生物種でもバンバン変わってしまうようなのは保存度が低い。遠い生物種でも、変わってない残機というのは保存度が高いと言えるんですけど、それに、まあ、対応して重要度も、保存度と、まあまあならまあまあ、並行するということで、計算して提供しているものです。こういうのは、まあ、前からあったというか、まあ、以前は配列を、まあ、入力すると結果が返ってくるような感じだった、サーバーって感じでしたけど、これは、事前に計算したセットを置いてくれてて、すぐに返ってくるような、サービスだと思います。やってる人は、この方、ET 法の、まあ、本家みたいですね。それから、スタートツーフォールドっていうのは、これはこれこそマニアックなデータベースなんですけど、 NMR の人は馴染みなんですが、重水素で置換される様を調べると、そうすると、フォールディングとか安定性が分かる。なんだかよく分かりませんが、どうしましょうかね。
うん、あとフォールディングを考えるとその変性剤を加えた状態でそのベローンとこうアミノ酸のそのつながった鎖がベローンと伸びている状態から変性剤を一瞬で薄める、まあ、そういう方法がありますけど、一瞬で薄めるとそうすると、タンパク質の形を作り始めるわけです。その時に、最初に、出来上がるコアみたいな部分があるわけですけど、そのコアの部分が、どこであるかを知りたい。そういう時に、コアが出来上がってから、周りを重水で置き換えてあげる。そうすると、まだできてない部分は、コアになってない部分は、重水素で、水素が置き換わってしまうんですけど、アミノ水素が置き換わってしまうんですけど、コアになっている部分はもう置き換わらないので、そうするとコアの部分がどこか、最初にできたコアがどこかっていうのが分かる。でそれを絵にしたものがこれで、アーリーレシジューとかインターミディエットレシジューとかレイトレシジューっていうのがあるんですけど、これがちょっと色で示してあるんですね。で、早く、フォールディングするところ、中間的にフォールディングするところ、ゆっくりフォールディングするところが、まあ、データとして出ています。白いところは、まあ、そもそも最後まで、溶媒に交換されちゃうところなんじゃないかなと思いますけど。であとは、まあ、こっちは安定性の、まあ、議論のため、実験なんですけど、ちょっと省略します。で、また、立体構造の話で、ちょっとマニアックかもしれませんけど、そのタンパク質構造の柔軟性で、これは、プロテインデータバンクに、登録された構造をいろいろ調べて、で、その中で同一配列に対する複数の構造がある場合、例えば、同じプロテインで、同じ結晶の中でも、まあ、2種類の構造が使うときはありますし、それから、もちろん結晶が違えば、違う構造を示していることがあります。ほんの少しだけ違ったりすることが多いんですけど、まあ、そういうほんの少しでも違ったところが柔らかいというふうに考えることができるので、その部分の柔らかさを、まあ、表示してあげる。で、まあ、ちょっと今日は見せられませんけど、ジフアニメで、これがパコパコしている様子、まあ、真ん中の下のこの絵がパコパコしている様子であるとか、それから、このグラフは、ちょっとマニアックな表現ですけど、どこの、まあ、一緒に動くドメインがどの部分かっていうのを、まあ知るためのものです。次に、まあ、これで7つ全部実は話だったんですけど、まあ、今言ったそのずっと話してきたのは、ヌクレイクアシズリサーチのデータベース一周から新しいデータベースとして拾われてきたものですが、まあ、この、今年の分だけでなくて、過去の分も含めて、バイオシェアリング .org っていうところのカタログに、収録されています。あとデータベースジャーナルっていうところの、バイオ系のデータベースが入っているんですけど、ここの、まあ、データベース、記載されているデータベースも収、まあ、まあまあ収録されているので、まあ、ここを見ると、一つの、まあ、データベースの、カタログとして使えます。で、今、絞り込みとして、プロテオミックスティングで絞ってみたら、このカタログの中に、21個の、データベースが入っていました。で、探し方の話をまた再開しているところなんですけど、まあ、まあ、今言った論文集とかから、いや、それから発生したものから、まあ、見ていただくこともありますが、統合データベースや、まあ、さっきも言いましたように、まあ、いろんなところから、まあ、リストがあるので、まあ、そういうものを、使うことができます。で、MCDR のプロテインズっていうところをクリックすると、そうするとデータベースがいくつか並んでいて、ツールとかもご覧になるといいのかなと。で、これは省略します。で、EBI のタンパク質関連データベースっていう、まあ、ページもありまして、これを見ると、ユニプロットを、筆頭に、重要なデータベースがいくつかあります。これらは、まあ、NCBI とか EBI というのは比較的標準的なデータベースを自前で用意していたりするんですけど、あ、でユニプロットについてですが、まあ、これの中にユニプロットは、まあ、配列のデータベースですよと申しましたが、最初に申しましたようにその、たくさんのデータベースに、リンクされています。で、そういう紐づいているデータベースのリストがありまして、クロスレフデータベースリザルツっていうのが、はい、
って、で、それらを、まあ、なんかその例えばプロテオミックスであるとか、まあ、なんかその分野でこう、まあ興味のある分野だけ探してみるといいのかなと、あの自分の好きなものが見つかる、そしてそれは、ユニプロとの ID がついているのですぐに認可できるということになります。で、それもできるんですけど、まあ、一方で、よく、まあ、ユニプロ使われたことがある方はご存知かと思いますけど、キーワードを入れると、そのエントリーの一覧、タンパク質配列の一覧が出るわけです。その時に表形式で出てくるんですが、表形式のカラムがもうちょっと他の情報も追加してほしいなと思う時にカラムの追加をするメニューがあるんですね。でそこに、ここで示されているデータベースは同様にあるので、例えばプロテオミックスでしたらこっちのリストもそうでしたけれども7つの、データベースが記載されていて、で、一覧結果にプライドの、カラムを作りたければプライドのところをチェックしたければ作ります。で、NMEDC でもいろんなものを作っていると何度か申しておりますけど、データベースのカタログとしてはこういうインテグラルデータベースカタログというのを作っております。それで、国内外のデータベースを調査して収録しているんですけど、最近になってデータを一括ダウンロードできるページっていうのがそのサイトにあるかないかを、調べまして、その結果を載せてあります。で、この表示は、データベース自体は1500件とかあるんですけど、その中でタンパク質に関係する、データベースでかつ、一括ダウンロードができる、データベースというのはどれだけありますかということで139件もありましたので、まあ、それらについては、大規模解析に向いているということが言えるかなと思います。一方でデータベースを横断検索する、つまり、あっちのデータベース A に行って検索してデータベース B に行ってまた検索してっていうんじゃなくて、一つの、まあ、インターフェースから、A も B も C も一斉に検索することができます。これが我々に言っている横断検索なんですけど、普通に使うと Google みたいな結果がどさっと返ってくるんですが、ヒット検索っていうのが、トップページにボタンがついてまして、データベース単位でなんかつまりですね、自分がその目的、自分の目的に合うデータベースなんかないかなと思って探す場合はキーワードを入れて、検索を始める前にヒット検索っていうのを選んでおいてあげると、各データベースのヒット件数だけが、一覧できているんです。すぐに返ってくる結果としてはデータベースの、カテゴリーごとに件数が返ってきちゃうんですけど、まあ、タンパク質というカテゴリーを、ポチッとこう開くと、そうすると、いくつかのサブカテゴリーがあって、その中で相互作用の中のまた、このというサブカテゴリーを開くと、具体的なデータベースの名前がたくさんあります。で、私はコフェインというのを日本語で検索して、まあ、日本語で入力しても英語でも検索しているんですが、コフェインに、属する、まあ、コフェインが、含まれている、データベースが ECDQ であるとか、あと、プレディクトとか、PPIV とか、そういう総合作用系のデータベースですね、に、見つかっていることが分かるので、これを見てあげると、まあ、もし自分が総裁に興味を持って検索を始めたんであれば、ちょうどいいということになるわけです。こういうふうに、まあ、データベースを探すのも便利かなと思います。アーカイブについてもちょっと触れると、データベースを探すという目的で言うならば、まあ、普通はここを使っていただくことが多いんですけど、右側からさっきの横断検索と同じことができまして、ここで検索すると、キーワードを、アーカイブデータの内部に含む、キーワード、データベースを検索することができます。内部に含むキーワードも、検索することができて、ここからだと見つからないっていうものも結構見つかってきたりします。それから、NMEDC では最近、RDF 化ということをやっています。ちょっとこれが何かは今日は
省きますけど、データベースの規格、統一規格みたいなもので、これをバーディフ化をすると、データベースの間を、いろんな意味でつなぎやすいということが、言われてますけれど、それの、標準化、規格化された、データベースを、作ってもらって、でそれを、置いてもらっています。ダウンロードできるようにしています。でそして、その RDF は同時に、その RDF の入れ物というか、一つのデータベースシステムみたいなものに入れてます。トリプルスパーと言いますけど、そういうものに入れてまして、その中に、スパークルという言語で検索させると、そうすると必要な情報を得ることができます。このスパーク検索ができると、データベースとデータベースの間を、いろいろつないでいくことも、その物理的に離れたデータベースの間をつないでいくこともフェデリティと検索というのを使ってできるようになってくるんですが、ここで一つアピールすると、プロテインデータバンクの RDF 形式のデータもここに置いてあります。プロテインデータバンクの RDF が置いてあります。これはダウンロードできるだけじゃなくて、さっきも言いましたように、検索も可能なようにトリプルスターというところに入れてありますので、これを、そこを使ってきた、そういうふうに置いてあるところは世界でも多分ないのかな、ちょっと前まではなかったはずなのです。はい、使い手がある、スパークル書く人には使い手があると言います。スパークル書けなくても使えるようにいろいろ何かインターフェースみたいなものを作っていくつもりではあるんですけど、それから最後というか、統合フロートっていうのを私が前から作っておりまして、これは、国内外のタンパク質関連データベース、主に国内なんですけど、データベースに、ユニプロット ID というのを丁寧に付与しています。そうすると、各データベースに、ユニプロット ID で、紐付けることが、可能になっています。で、いろんなデータベースがあるんですけど、そうですね、これは例えば唾液腺がんの、二次元電気系統のデータベースですが、いろいろ、これだけじゃなくて下にもあるんですけど、たくさんの、データベースに、人のコピリンっていうものが、入っていますので、もしこれらに興味があるものがあれば、ユニプロット ID で簡単に、紐付けることができます。だけでなく、最初に申しましたけど、あまり生物を問わずものを考えたいのが、昔からの癖というか、そういう考える人たちも結構いるので、生物を問わず、情報を集めたい、人でもマウスでもいいから、そうですね、ミオグロビンの、ミオグロビンは保存されてるんだけど、ミオグロビンのその、性質を知りたいとかいうときに、人のとか、人とかマウスだけで調べられなくても、ミオグロビン一般について、情報をかき集めることが可能になっています。ということで、大体時間、時間ちょっと1分ぐらいオーバーしましたけど、今日の話はちょっと、たくさんのデータベースにちょっとを準備してしまいまして、そのまま話した感じがありますけど、逆に言うと結構、いろんなデータベースが正直作られていて、もうちょっとこうまとまっていかなくちゃいけないとは思うんですけど、現状というのはこんな感じで、そしてそうですね、それでもユニプロット ID とかでうまく紐付ければうまくまとまっていきますし、最終的にはそれこそゲノムブラウザとかにもつながっていけるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。